マルコ・ロドリゲスはメキシコ出身の元サッカー審判。フルゲームはマルコ・アントニオ・ロドリゲス・モレの母国語であるスペイン語に加え英語も使用できる。1997年に審判資格を取得し、2000年に国際サッカー連盟に国際審判員として登録される。FIFA ワールドカップは2006年ドイツ大会、2010年南アフリカ大会。 2014年ブラジル大会の3大会連続で主審を担当。特に自身の最初で最後となる決勝トーナメント担当となる準決勝ブラジル対ドイツで主審を務めた。試合中にカードを出すことを厭わないと言われており、2006年ドイツ W 杯ではシリルド・モローとアルベルと同じに2010年南アフリカ W 杯では ティム・ケーヒルとマルコ・エストラーダにいずれもレッドカードを提示した。一方で、2014年、ブラジル W 杯では、グループ D イタリア対ウルグアイで、イタリアのクラウディオ・マルキジオを一発退場にした。一方で、ウルグアイのルイス・スアレスによる、いわゆる、噛みつき事件を見逃したとして、批判を浴びた。ブラジル W 杯終了後の2014年7月16日、 審判からの引退を発表した。たとえ不鮮明な写真などでも、非常に太くて黒い眉が特徴的で人の印象に残りやすい。また、その黒い眉のせいもあり少し離れて眺めると目の回り、広範囲が黒く落ちくぼんでいるように見える顔立ちで、その風貌から、地元、メキシコでは、チキドラキュラのあだ名で親しまれている。ありがとうございます。